岡行き発車します。島通りご注意ください。
こっちがパスタコースのスープとサラダ。ブランチセット。美味しそう。
な芋伝説。そしてこちらが栄町所銀天街です。銀行、とりあえず船に乗りたいので船乗り場に向かいます。JR 門司港駅に到着です。暑い。だけども今日は素通りして船乗り場に向かいます。門司港の山、メカリかなまでジップラインがつながるとかいう計画があります。めっちゃ怖そう。
今乗ってきた船、門司港は向こう。あっという間だったけど、めちゃめちゃ風が気持ちよくて楽しかったです。今からハイカラット横丁に向かいます。ハイカラット横丁に来ました。なんか10月31日までらしいので、ちょっと観覧車に乗ってみたいと思います。結構大きい。なんか楽しそうなものがいっぱいある。すごい、わあ。ママちょっとからさ、はるかんさ、やさしいからさ、はるかんさ。一周めちゃめちゃ涼しくて綺麗で、景色が楽しかったです。では船に乗って門司港に帰ります。
方まで帰ってきました。今日駅はちょっと門司港駅はちょっと素通りしてバス停に向かいます。もうなんか夕方の感じもいい感じ。ジンを取っていたの。よし、急げバス停へ。鳥がすごい。次はちょっと乗るバスを間違えたので、帰りは間違えないように、このバス停から170番のバスに乗ります。ちょうどいい時間があるといいけど。